はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。6時回りましたね。はい、さっきはね、ちょっとね、月末ですんでね、請求書書いたり、書いたりというか売ったりに出力したりとか、発送の用意をしたり、いまだにね、一箇所ね、郵便で送れっていうのがあるんですよ。せや、まあ、社内から送るんですけど、でもテレビ局でもね、郵便で送れってありますよ。ただしね、フォーマットがあるんですよね。で、これに必要事項を入れて送ってくださいみたいな。そういうところが多いかな、テレビ局は。そうですね。なんででしょうね、あれね。不思議ですけど。大概のね、不動産屋もね、最近はね、PDF でええでっていうところ多いんですけどね。反抗して送ってな、みたいな、そんな感じですけど。まあ、反抗さへんかったらね、いくらでもいろんなもの作れますからね。まあ、反抗も別に作れるんですけどね。反抗文化もなくなるんですもんね。どうなんやろ、ほんなら。よう知らんけど。まあ、ええわ。行きましょう。ザクザクでございましてですね。10月30日、今日ですね、出た記事で、こんなんありましてですね。韓国ムン、大統領に廃炉圧力疑惑、退任者を刑事訴追の歴史、野党責任避けられない、指揮者すべてのスキャンダル揉み消すことができないって、何のこっちゃろなと思います。すみません、ザクザクお仕事いただいてるんですけど、なんというかな、タイトルをね、もうちょっとね、中身がこう分かりやすいものに、変える努力はできないのかという話ですけど、僕のね、コラムはね、大体ね、夕刊フジに載るときは分かりやすくなってますよ、あれ。夕刊フジの編集を通すんですね。で、ザクザクで自分の見たりしませんから、見出しはよう知りませんけど、ザクザクでみんなも時々ね、ヤフーで見ますね。ヤフーで、あ、これタイトルやんって。でもそれは分かりやすいタイトルと言ってますけどね。そう、ヤフーニュースのタイトル短いですもんね。短くせんと分からへんもん。何書いてあるかと言いますとね、この記事。まず、イ・ミョンパクさんがですね、昨日、おとといかな、17年、プリズン17年のが確定しましたね。で、11月2日ぐらいに収監されるんちゃうかって話ですけどね、月曜日に。で、歴代大統領、みんなあかんやんみたいな、全部捕まったり、ノムヒョンに至ってはですね、自らね、命を絶たはったというような事件まであったと。それで、ムーンさん大丈夫なんていう話なんですけど、その一つの疑惑がですね、キョンサンプクト、慶尚北道ですね。キョンサンプクトって言うんですって。で、慶州、キョンジュにある、月城、月城ですね、ウォルソン原発1号機なんですね。これが2012年に設計寿命を迎えたが、22年まで稼働できるよう、韓国水力原子、関水源が7000億ウォン、過去630億円を投入し、老朽化した設備を改修した。しかし17年5月に脱原発を掲げたムン政権が誕生、関水源は18年6月に早期廃炉を決定した。その経緯について韓国の監査院がまとめた報告書では、18年4月にムン氏は長和で補佐官に、このウォルソン原発1号機の永久稼働停止はいつ決定されますかと発言した直後から早期廃炉が急展開したと指摘した。まあ、忖度したんか、なんか知りませんけどね。ムン氏の脱原発政策発表から1年となる18年6月までに、早期廃炉を決定するよう産業通商資源部が圧力をかけたという。と、何が悪いかと言いますとですね、保守系野党国民の力、チュ・ホヨン院内代表は、ムン氏の発言が不当な廃炉の端緒となり、3700億ウォン、約333億円を無駄にしたと主張。ムン大統領には歴史的責任があり、退任以降にも法的な責任があれば避けられないだろうと批判する。つまり、決まったことに対して自分のあれをですね、ご利用しして333億円分無駄にしたということですね。そんなん言うたらあれですよ、この東京都の小池都知事はですね、豊洲騒動の時にあれ500億ぐらい無駄にしてるんですよ。
はい、留国大教授李相哲氏は、ムン氏の圧力が大統領退任後にも証明されれば職権乱用などの罪に問われてもおかしくないと推察する。ムン氏に関しては18年に息子が不正に就職したという疑惑も噴出した。息子おったん？知らんかったわ。こうした背景もあってか、ムン氏は検察改革を進め、大統領や国会議長、政府高官、その他家族への捜査は検察ではなく大統領がトップを任命する高位公職者犯罪捜査庁が行うことになった。つまりあれ、なんというか、身内の捜査は身内でやるから絶対変なことにならへんということですね。検察から取り上げたんですね。だからもうこれ以上出てきませんよ、ほんまに。文政権の悪いところは。ジャーナリストの室谷克美氏は、与党が勝てば文氏は逮捕を免れるだろう、免れるどころか院政を敷くのではないだろうかと推察した。まあ、あとはこの前なんですね、中美恵さんの死亡ファンドがうにゃうにゃっていう事件も検察から提起化されたということですね。前室の李相哲教授は、現段階では地方放送が検察の権力を押さえつけているが、どの政党が新政権を握っても過去の政権による政策のは検証されるため、全てのスキャンダルをもみ消すことはできないだろう。大統領選前から新しい権力にすり寄る動きが強まるため、任期満了前に疑惑は噴出する可能性もあるとの見方を示した。大体いつものパターンはそれですよね。もうすぐ終わりっていう時に、なんかいろんなややこしいことが出てきて、で、うわーっと盛り上がるんですよね。多分、その、ムンさんもですね、ご本人そんな悪いことなされそうな顔してませんけども、まあでも周りがね、やってるかもわかりませんし、まあまあ、やってないつもりでもですね、なんかやったことになってるみたいなことにはありますからね、そのね、だから、まあでも、自分たちのその政権、自分たち側の政権が続く限りは、多分これ、ここにも書いてありますけど、院政とか、そういうことをなさってですね、割合安定した、老後というか、まあ、退任後を過ごされる可能性もありそうですね。選挙は1年半後なんですね。で、最初は言うてます通り、開票期、終票期っていうかな、ファーウェイが使ってる。で、この前の4月の選挙は、そのファーウェイがですね、上手にですね、ムンさん側の議員がたくさん当選するように開票したというふうに言われてまして、アメリカのシンクタンクはそれを指摘してるわけですね。で、もうそれやったらもうすでに民主主義ちゃうやんという話ですね。で、民主主義じゃない国やったら食うやってもええやみたいな極端な話まで来てますけど、まあ今のね、韓国のアーミーって食うやるほど根性ないですね。まあ、なんていうか、もう、ちゃんとお前らそれこそ普通に訓練してんのかぐらいの感じになんか伝わってきてますよね。だから食うやるほどの根性はないと。そしたらこれからだらだら続くんかということですね。で、最近ちょっとアメリカ側からのプレッシャーがきつくなったみたいでですね、高官の発言がですね、ややアメリカ寄りになったりしますね。不思議ですね、あれ。で、そうするとすぐにですね、北隣さんがなんかキャン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 怒ってますね。お前らはあっち行くんかみたいな感じになってて。まあまあ、ちょっとしたことでですね、パッと大きな騒ぎになってしまえるんで、なかなか見てる分にはいいんですよね。南と北のね。で、我々が絡んでくると雨めんどくさってなるんですけど、国内の動きとかですね、南北の間でキャン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 やっていただく分にはですね、なかなか見てる分には面白いし、中国にですね、この前もいじめられかけましたね、 BTS で。いじめられかけたら世界中の BTS ファンが、中国ってなんちゅうこう意地悪な国なんやみたいになって、わーっと反中国の感情が湧き起こってきて、いやいや、やっぱり俺いじめてへんとか言って、なんか火消しに回ってるというようなニュースも出てましたけど、まあなかなかね、愉快なお隣さんも、その向こうのですね、大きな国もですね、まあやることがですね、そうなんていうか、そういうこう子供じみたことをやりますんで、子供じみた分かりやすい結果
会になって、我々の前にさらされるということであるんで、なかなか見てる分には楽しいです。見てる分には。こっちこんといてって感じですかね。こっちなんか言うてこんといてとか、なんか仕掛けんといてっていう話なんですけど、なかなかでも仕掛けたくってしょうがない国ですからね、お隣さんは。はい。ということで、ムンジェインさんの退任後の、ですね、責任ネタが一つ出てきたと、そういうお話でございました。はい。皆さんどうもありがとうございます。